ティオ先生、こんにちは。陶器等と陶器師薬科募集状況等の使い分けを知りたいという質問をいただきましたよ。陶器等ってどんな漢方薬なんですか？陶器等はお腹を温めて腸管の働きを高めてくれる漢方薬です。人参、甘姜、山椒、桂皮などの温める生薬が体の中央から下部を温めてくれるので、お腹が冷えて腸管の動きが悪くなったことによるお腹の張りや腹痛などの解消に使われます。他にも陶器が血を巡らせ、黄耳が気を上向きに広げて、半夏や香木が腸管に停滞している気や水を下向きに引き下ろしてくれますので、お腹の働きを応援しながらその働きが体全体に広がります。じゃあ陶器師薬科募集状況等ってどんな漢方薬なんですか？陶器師薬科募集状況等は体を温めて末梢部への気血の巡りを改善する漢方薬です。桂皮、最新で体の深部を温めて気を体の表層へと導き、五臭で上部で力なくこもっている熱を温めながら体の末端部へと導いてきますので、冷えた滞りによる手足や関節の痛みの解消に使われます。他にも陶器、木通、桂皮、芍薬などが血や水を巡らせてくれますので、頭痛や腹痛の解消にも効果が期待できます。どう使い分けたらいいですか？陶器等はお腹を温めることで腸管の動きを盛んにさせながら血や気を全体に巡らせていきます。しかも温めて上部へ広げて引き下ろしてきますので、お腹の冷えが目立ち腸管の動きが弱くて気血の広がりの悪い方に使うと思います。陶器師薬科募集状況等は上下の巡りを桂枝湯の働きでつけながら、末端部では詰まっているところを通しつつ、力なく浮き上がっている熱を温めながら引き下ろして広げていきます。なので冷えて広がることができないために気が上昇したままになって、末端部や下部では冷えて痛むなどの方に使うと思います。つまり目標としては温中三寒剤にある通り陶器等はお腹へ、運慶三寒剤にある通り陶器師薬科募集状況等は末端部や上になるかと思います。では今日の動画は以上です。もし質問がありましたら気軽にコメントしてください。